アンスコフレックス2アンスコは、かつてアメリカのニューヨークに存在した写真機および写真フィルムを製造販売する企業であり、そのブランドである。前身のアンソニー時代は別として、カメラメーカーとしてはあまり高級機は作らなかった。かつてはアメリカ合衆国第2位のフィルムメーカーであった。創業者のエドワード・アンソニーは大学を卒業して土木技師として働く傍ら、 よかに、サミュエル・モールスより、ダゲレオタイプの技法を学んでいた。透明セルロイドをベースとする写真フィルムを発明し、コダックとの間で特許訴訟になっていた、ハンニ・バルグットウィンを支援した。初期には自生し、高級木製カメラメーカーとして有名になったが、アグフアトノが合併後は、アグフアゲバルト、ミノルタ、リコー。 チノンなどからの OEM が主体となりまた大衆向けとなった。日本国内の代理店はシュリ路貿易だったが駒村紹介でも取り扱いがあった。カデット2アンスコメモアンソニースタジオカメラ写真看板仕様ガラス写真看板は約 25×35cm 版。写真館にあるプロ用木製カメラの代名詞となった。リバーサルフィルムのアンスコクロームが知られる。 ありがとうございます。